はい、どうも、武よです。お久しぶりでございます。と、今日ですね、夜に、えっ、ー、と、カメラのアングル自動切り替えアプリの、えっ、ー、と、バージョンアップ版1.4っていうのをアップしたんですけど、えー、その機能について、ちょっと文章で書くと難しいので、えー、ちょっと絵で、映像で えー、お話をしようかなと思って、えー、撮り始めます、えっと。今回のバージョンアップは大きく2種類ありまして、1つはスタティックポジションビューっていうカメラが固定で、えー、車を追いかけて撮るモードですね。の作りを、えー、ちょっと変えました。今まで、えー、トラックに、えー、と AI のレーンがなくても えー、そういったものを追従できるようにするためのアプリとして作られてきてるんですけれども、えー、ともちろんあの今まで通り、えー、AI ラインがなくても動くんですけれども、えー、もしそのトラックに AI のためのレーンが設定されている場合そのレーンのデータも使って、えー、とスタティックポジションビューの場所ポジカメラのポジションですねを計算して 取れるようにすることで、えー、と今までよりもちょっと離れた場所からでも正確に車を捉えることができるようになりますと。で、その、A、レーン、AI のレーンから生成したカメラポジションのデータだけだとうまく表示できない時もありましてそういう時は従来のカメラ、まあ、いわゆるその自分の車の場所から、えー、距離を計算して今まで通りですね えっと、カメラのポジションを決めるっていう2つのロジックを組み合わせて表示できるようにしています。で、AI 例については、例えばですね、SRP の例なんかで言うと、まあ、これコースの絵なんですけど、あのー、全部が1本に繋がっているレイアウトのやつもありますが、例えばオンラインサーバーとかだと、アセットサーバーとかですね、だと、えっ、ー、と、ファーストレーンの .aip っていう、いわゆるそのドット .ai のファイルを複数組み合わせて ZIP 化したものですね。っていうパターンもありますと。つまり、1個のレーンで構成されてるわけじゃなくて、例えば、この、えー、お台場の部分、このですね。あと、この、えー、橋渡ししてる部分ですね。こういう。湾岸線と、えっ、ー、と、羽田線というか、えー 横羽線ですかね。その間をこう渡ってる部分とか、あと、この南側の方ですね、大国埠頭からこっちに入れている、ここの道路で、えっ、ー、と、一本道の AI レーンだと車走ってないと思うんですけども、えっ、ー、と、アセットサーバー用の AIP のレーンとか使うと車走ってると思います。はい。で、それってどういう作りになってるかっていうと、まあ、大きく一本の AI のレーンの中に、 ここの部分だけ、例えばこのお台場だったら、お台場線のこの、この部分だけを別の、えっ、ー、と、f i r s t l a n a i a i ファイルで、ここのルートを作って、で、そのつなぎ目が設定されていて、そこを車がこう通ると、この AI のレーンが切り替わるんですね。っていう仕組みになっていますと。なので、えっ、ー、と、なんていうんでしょう。 場所によって使っている AI が違うということになりますね。で、えっ、ー、と、なんて言うんでしょう。このアセットコルサの、この AI のレーンの長さっていうのは、普通上であれば、これちょっと複雑ですけど、えっ、ー、と、コースになっているわけで、一周のコースに、まあ、AI のレーンやりますと。スタートとゴールがあって、スタート地点が0。で、えー、ゴール地点が1。で、0から まあショスですね、ちょっとずつ刻んでいって、1がゴールなんです。だから、えっ、ー、と、距離じゃなくて、えー、パーセンテージで進行状況が計算されることになりますと。だから、この大きな一周回っても0から1。この短い区間を走っても0から1。なので、えっ、ー、と、まあ簡単に言うと、えー、この道路を、例えばン1%前に進んだって言った時の1%は、 同じじ距離じゃないんですねこの作られている AI の例によって1%の長さが違うというところがあるのでそこをちょっとおにょいにょと工夫しましてどこのレーンを走っても自分の車から同じ距離倒産にある距離のポイントを設定して車を追従するっていうロジックを組んでいますまあこで説明しても難しいので興味のある方は あのルアーのスクリプトの中を読んでみていただくのが一番早いと思いますけれども、まあ、かなりちょっとややこしい計算をして、えー、ようやく車が追従できるようになっています。でもそのおかげで、どこを走ってもですね、えー、と車の速度に応じて、えー、距離を、あのこの先どこに道路があるかっていうところを、まあ、追従できるようになったので、前の,あの一元的な 確率による予測よりかは、車を補足できる確率が高くなったので、映像的にちょっとダイナミックになったりとか、よりきれいに映ったりとか、車がはっきり分かりやすく映ったりとかいう効果が得られていると思います。で、えー、それと合わせてですね、えー、とターンパイク、ターンパイクなんかの,あのループレイアウトですね。は えっと、上りと下りが一本の道路で、右と左車線と右車線で、それぞれ線が引いてありますと。で、その道を車で駆け抜けると、えっと、まあ、センターラインをまたいでしまうので、そうすると、えっと、AI のライン、右側と左側が混在してしまうんですね。そうすると、えー、リプレイしたときに、カメラがどっちのレーンを走ってるかが、こう、ガチャガチャと、 勝手に切り替わっっててしまま画面ががチチカチカするという事象が起きますで、それも起きないように今回ちょっと、えー、仕組みを仕込んだんですね。で、その様子をちょっと動画にしてみましたと。見えるかなこれですね。左側が、こっちですね。左側が、えーと、普通のカメラ、リプレイカメラです。で、右側が、こんな作ったアプリで撮ってる、スタティックポジションビューで撮っている動画です。で左上こう、こう、センターラインをまたぐと、 こう車が映してるカメラがですね、ガチャガチャと切り替わってるのがわかるかなと思うんですけど、右側のこれは、えっ、ー、と、まあ、センターラインをまたいで走っていても、そのカメラが勝手に切り替わらないように制御しているので、こうチカ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 にならないっていうですね、まあ、そういうメリットがありますという、こういう使い方にも生きてきています。はい、これ一つの例でした。はい。で、 まあこれで、えっと、いわゆるその AI の例も活用して、かつ AI の例がなく、ない、またはうまくデータが取れなかった時でも、従来のロジックを使って予測して、自社を補足するスタティックポジションビュー、新しいバージョンになっているので、いろんなところで使えますというのが一つ。で、もう一つの機能は、えっと、OBS ですね。OBS の出力になるんですけども、 ちょっとこれも簡単に絵を描いてみました。で、えっと、通常アセットコルサーゲームやっているときは、コンピューターの中でゲームのスクリーンが作られて表示されています。で、この表示されているものを、えー、画面キャプチャーして、例えば OBS とかで取り込んで動画にするみたいなことをすると思います。で、今回の、えー、機能ですね。これ、えっと、今のバージョンならついてるんですけど、えっと、 CSP のバージョンアップで、えー、実は、えー、ゲームの画面とは別にですね、えー、とメモリ上から、えー、とキャンバスっていうところ、エリアを作って、この中にジオメトリーショットっていう機能を使って、えー、ここに画像を生成します。このがゲーム画面のゲームスクリーンとは別にですね、生成し、これをアセットコルサプラグインを経由して OBS に流すっていう機能が追加されています。で、まあ、これ詳しくは、あの おまあ専、専用の説明ページがあるので、そちらを見ていただくのがいいかなと思います。あとで、えー、概要欄にも貼っておきたいと思いますが、そうえー、とこれが、えー、と標準の CSP の機能として実装されていて、であと OBS 用の、えー、とプラグインも、えー、フリーでダウンロードすることができます。これ、あの、何て言うんでしょうね、えー、動画を、例えば車のシーンとか、えー、とカメラ、 トラックカメラからの映像とかも普通にこう選択して撮れるようになってるんですけども、このジェーメトリーショット、ここの部分に、私の作っているこのカメラのアングルのデータを横から流し込む、カスタマイズしてですね。横から流し込むことによって、このキャンバスから経由して OBS に流れる、ここに、このスイッチャーの機能を折り込んでしまおうということですと。 これをやると、こっちのゲーム画面はゲーム画面で普通に出ていて、OBS には違う映像を流すことができるので、例えばリアルタイムで走りながら、こちらゲーム画面の方は運転している画像ですね、を出しながら、同時にリアルタイムで OBS 側にはカメラ視点の映像が出力するということができるようになりますと。ただし、これにはちょっといくつかやっぱ制限があって、限界があってですね、 えっと、ゲームの中で、車だけ、または、えー、カメラだけが動いてる、ポジションが変化しているのは大丈夫なんですけど、車と、えー、カメラのポジションが同時に移動する映像を、えー、スピードを上げると、もうぐっちゃぐっちゃでガタガタになってしまってですね、こっち側の OBS に出てくる画像が出てきてしまうので、ちょっとそこは辛いです。例えばの例なんですけど、 この後ろからの視点なんですけども、スピード上げていくと、こうこう、車が前後にブル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 震えてると思うんですけど、こういう風になっちゃうんですね。カメラが横に移動してます。車も一緒に動いてますっていう、普通だったら固定の視点なんですけど、えー、揺れちゃうと。で、これ車が減速して、車が止まってくれればカメラは動いててもブレないですね。これ逆もそうで、カメラが固定で車が動いてる分にはブレません。と。 ということになります。はい。ということで、えっと、OBS に、えー、データを流し込むっていうあたりをちょっと試してみたのは、もう動画に撮ったので、これも紹介します。はい。これですね。右側が、えー、っと、ちょっと見えにくいかな。えー、っと、今。 OBS を起動しているんですねここにソースのところにアセットコルサーってありますけど、これプラグイン入れるとアセットコルサーっていうのが出ます。で、この状態だとダメなんですけど、ゲームを起動します。はい。で、ゲームを起動すると、さっきの、えー、OBS の画面にも出るようになるんですけども、これですね。 この OBS のところに、えー、画,画像が出てますが、これあの実際のゲームの画面と違うと思いますとで。ここに専用のカスタムの竹用のテクスチャーを作ったので、それを選択すると、今この左側でアセットコルサのこの OBS のチェックボックスをつけたことによって、えー、その、このアプリケーションのそのカメラアングルが、この OBS に出力しているキャンバス、 にに反映映されてて像が外に出てくるでもゲーム画面は運転中のこのドライバーの視点のままってことになるので、えー、と例えばオンラインサーバーで自分で運転していながら、えー、とそれを外から見たです、ね、カメラの映像も同時に出力することができるとかその両方の画面を同時にキャプチャーして走ってる様子とカメラの様子を同時にこう画面に映し出してみるとか、まあ、そういうことが でできるよううになりますすとというところですただ、えー、ここの横から出しているこのキャンパスの画像ですね、やっぱりちょっと、まあいいんですけど、ちょっと荒いかなーっていうところもあるので、えー、まあ普通にきれいに映像を撮りたいのであれば、えー、キャプチャーするのであればですね、えー、とリプレイ、一回走らせてリプレイをして、通常通り、えー、例えばキャプチャー撮るとか。 そういう方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、どこまで伝わりましたですかね。ちょっとわかりませんが、新しい機能を見つけたので、ちょっとチャレンジしてみました。えっと、若干バグっぽい動きをする時もあるような感じもするので、一旦、えっと、X の方でバージョン1.4という形で、えー、公開はさせていただきました。が、えっと、ちょっと使ってみておかしいなとか、 えー、こんなのどうなんだろうって思うのがありましたら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。はい。今日は以上になります。それじゃあ、またね。バイバイ。